さあ皆さんこんばんは、ザ・道牛アワーのお時間です。元気にやってまいりましょう。先週もやってた感じでいいわけや。土曜のお昼はみたいにいいわけや。いやー始まりましたよ。始まりましたね。で、初めましてですよこれ。道牛の番組がスタートしましたよね、ルカちゃんね。そうですね。そうですね、おかしいよや。道牛があるって聞いてもう猛ダッシュできましたよ。うまいこと言わんでいいよや。決まりました。猛ダッシュでじゃないよ。一発で決まりましたね。はい、さあ行きますよ。準備はいいですか。行きましょう。さあそれでは道牛の世界にレッツモー。牛と牛が1対1で戦う沖縄闘牛。いつどこで何が起きるかわからない。ぶつかり合う迫力が大好きで。何回目かな、200回ぐらい。沖縄の伝統文化として県民に愛され、世界にも誇れるイベントとして発展してきた。ところで、あなたは沖縄の闘牛をどこまで知っていますか？闘牛士のヤグイ、41連勝のスター牛や現在のチャンピオン牛、歴史に残る名勝負、入門編からマニアックなところまで沖縄闘牛の魅力をぎゅっとお届け。それがザ・闘牛アワー。さあでは改めて闘牛について語っていきたいんですけど、この3人で大丈夫ですか？闘牛の魅力。でもやれって言うからやれって言うから言うね。ルカちゃん見たことある？はい、どうも伊波大志です。温度差よ。はい、すごいメンタル強いっすね。いや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 、もうこれで入らないとダメですよ。闘牛は声量とあの地面の音とすごかったっすね。だからみんながオープニングからこれやらんかもしれない。いやいやいや、分からんたらこれやってから番組始めないと。いやいや、おかしいよ。そうですか。はい、よろしくお願いします。さあということで、闘牛実況アナウンサーとして活躍する伊波大志さんです。よろしくお願いします。闘牛といえば伊波大志さん。はい、もう一安心ですね。だからよ、最初から出さんと、ね、デイジ喋りますよ、一応最初に言います。デイジ喋るからね。分かる分かる、絶対喋ると思う。分かるんですけど、闘牛実況アナウンサーですよね、うん、そうなんですね。本当もう今までも10年ぐらいやってきて。10年以上やってますね、はい。だから今まで多分僕4000試合ぐらい喋ってるはずよ。実況4000試合ぐらいやってるはず。聞いたんですけど、すげえ、披露宴も闘牛場でやってるんですよ。え、はい、そうです。すごい、おかしいでしょ。牛が好きすぎて、あの闘牛場で結婚式を挙げるという。来賓より牛が多かったんですよ。はい、来賓700名。マジで。え、奥さん怒ってなかった？一応説得して、あの闘牛場の披露宴も認められて、ただ中にはね、あの祝儀だいたい沖縄相場1万円さね。まあそうですね。3000円っていう人が数人いた。あ、多分ね、入場料か。闘牛の入場料バッペってるわけよ。闘牛士って知ってます？闘牛士、はい、いやなんか、ね、こういうイメージですね。あ、そうそう、あ、なんかスペインのでしょ。スペイン感がありますね。違うんですよ、こういう法被を着た闘牛士、もしくはセコと呼ばれる方が試合においてはめっちゃ重要なんですよ。今日僕がご紹介するのは、はい、もういろんな闘牛士がいる中で人気ナンバーワンの闘牛士、はい、牛士じゃなくて言ってみた竹豊。闘牛の町として知られているうるま市にあるのが県内唯一のドーム型闘牛場、石川多目的ドーム。目の前で見る迫力ある試合展開に会場は熱気に包まれる。見に来ているお客は老若男女、若い女性客も増えてきた。またうるま市が生んだ特撮ヒーロー闘牛戦士ワイドーがきっかけで闘牛に惹かれ、
幼い子供を連れた家族も会場で見かけるようになった。身近からすごい見てるよね。まずは、見ていただいたら分かるように、あの1トン余る、牛がぶつかり合いをして闘志をむき出しにしている、姿を見るとですね、やはり興奮してみんなが、闘牛の町ですので、それを盛り上げて、多くの人に、見ていただきたいと。100年以上の歴史があるというのがまず大きな伝統文化としての魅力でしょうね。家族ぐるみでね、闘牛をどんどん進化してほしい、それが私たちの大きな希望ですね。沖縄の闘牛は牛オーラ制とも言われ、牛同士が1対1で戦う。ルールはただ一つ、逃げたら負け。負けたらもう負けた感じ出ますね。そして戦いの最中、牛のそばについているのが闘牛士。瀬古とも呼ばれる彼らはヤグイをかけ戦う牛を鼓舞していく。ここで会場にいた闘牛ファンの皆さんに好きな闘牛士を聞いてみると、瀬古は赤峰です。赤峰です。赤峰豊ですね。赤峰豊ですね。赤峰豊さんですね。これももうローム響きますよ。多く名前が挙がったのが旅客闘牛組合赤峰豊。そのヤグイは迫力があり特徴的。後日赤峰さんの牛舎に行ってみた。楽しみ。こんにちは。さんです。今何なされてるんですか。牛のブラッシング。ブラッシング、はい。どこに行ったら、これやったらよ、気持ちよくてよ。二頭。普段はどういうお仕事。建築業、左官や。お仕事がされてて、本当にちっちゃい時から親父とかおじいとかに闘牛は、闘牛場に大会とかも見せられた。闘牛をするようになったのは22、23かな。赤峰さんのトレードマークといえばこの髪型。これはアイパーって言うんだよ、アイパー。またこの髪型しかもう似合わないはず、他の髪型やったら。この髪型はもう最高じゃんからよ。もう牛映ってないやん。この日は牛舎を出て少し出て変わらないね。牛山も牛映さなくなってる。あの10トンダンポのタイヤをお願いやってもらって、やっぱりこれはもう運動、首とかもう運動でタイヤカメラしたり、もうストレッチみたいな感じ。試合中、牛にかけるヤグイにコツがあるのか聞いてみると、いやもうコツは言ったらもう一生懸命牛に対して頑張れって意味だから、ヤグイは打ちながらこんなってこんな打ちながら大丈夫おやさ生で早起をってこんな感じで自分が掴んでる牛に頑張れって頑張れって意味でやってるから、これなんかもう一生懸命戦ってるから闘牛士も命がけで応援しないといけんさね。一部じゃない生活のこのコロナ禍と一緒に過ごすの、家にいるか牛小屋にいるのが長いからもう大変さどこにも行けないよまあ牛のためだったら別にどこにも行かなくてもいいし闘牛場さえ行ければ闘牛士赤峰豊、この先も命がけでヤグイをかける。いやーすごかったですね。迫力、ね、いいでしょ。闘牛士の役割と普段いかにみんなが愛情をかけてるか、かけてるか、この愛情があるから、まあ、こう言うことも聞いてくれるんでしょうね。普段いかに手入れするかによって牛の気持ちが変わるんですよ。
なるほど、うん、で本人たちもこんだけ可愛がってる牛が今頑張って目の前戦ってる、うん、だからひやひやあいやあいやなるほど、これで応援してるという熱も入りますよね、ということで今日はなんとですね、はい、赤嶺豊さんにスタジオに来てもらいました。どうぞ。おお、本物だ、本物だ、すごい。あ、バッチリリーゼント決まってますね。ありがとうございます。こう見たら矢沢永吉のファンみたいな感じだね。タオルもらえる。今日焼けながら那覇にたどり着くまでに2時間ぐらいかかってます。いや、マジか。道順がわからなくて。あ、まあそうか。牛小屋いるだけで幸せっていうから、那覇に行かないでいいんですもんね。うん、那覇に行かなくていいね。もう5年ぶりぐらいかな。内地みたいに言うし。あ、なんか赤嶺さんの牛はですね、はい、歩くことが苦手って聞いたんですけど。いや、歩くのっていうか車酔いするわけよ。車酔いこれ結構致命的というか、本当にこれも毎回毎回トラック乗せて闘牛場連れてったりドライブ連れてったりして、慣れさせて、そうそう、克服させるとか、ちょっと早朝入りしてみたり前乗りしてみたりとかで、そうそう、お尻に対してドライブって言ったから、ね、分かる、女性的に座ってるから思いましたよ。ドライブ、ドライブ。奥さんはドライブは、いや、ドライブは連れてったことないな。牛とは行くけど奥さんとは行かない。奥さん見送るだけ。誰と結婚したか分からないからマジでちょっと気になるんですけど、左官業もやってらっしゃいますけど、闘牛で整形っていうか、このちゃんと、いや、闘牛で整形は立ってきれませんよ。趣味でやってるから闘牛。そう、でも結構な時間取られるでしょ、うん、僕らの釣りとかあんなボーリングとかとは違って、うん、で、365日餌もあげないといけない、世話しないといけないから一日も休めないよね、うん、7月正月も。でも闘牛ファンから現場で見たら赤嶺さん左官が趣味みたいな感じですよね。あれ遊び心でやってんかもですね。普段闘牛場にしかいないけど、左官もやってたんだ。でもそういうの多いかも、うん、ね、だから意外と闘牛ってなんか左官業もあるし、うん、車屋さんもいるし、歯医者さんもいるね、うん、歯医者さんもいるよ、パン屋さんもいるよ。牛触って歯触ってるんですか。いや、ちゃんと洗ってるよ。一回洗うの。校長先生もいるよね、うん、校長先生、学校の、はあ、いろんな人が仕事しながら趣味で牛をやってる、うん、趣味で、趣味ですよ、はい、赤嶺さんのこだわりはなぜか試合中裸足なんですよ。あ、そうでしたね、 VTR でも。こだわりですか。いや、こだわりというか、もう最初から、うん、最初闘牛士やった時からもう裸足だったんで、うん、これが大変なのが、牛の試合の時、うん、夏場の大会もあるわけですよ、うん、はい、体育小屋からリングインするまでに牛引っ張るでしょ、はい、アスファルトがデージ熱いし、いや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 、あれやけどするでしょ。熱いや、熱いや、熱いや、どんな感想よ。熱い、我慢してるんだ。牛によって性格って変わったりするんですか。うん、うん、変わりますよ、全然。一頭一頭穏やかな牛と、はい、牛もいるし、気性荒い牛もいるし、どっちの方が有利なんですか、試合においては。闘牛場に行ったら、うん、みんな牛は闘牛はよ、うん、闘牛場だったら気性荒くなるから、自然と燃えてくるんですね、はいはい、これなんか向こうで戦うって分かってるから、うん、うん、今沖縄闘牛界にですね、はい、実力と人気ともにナンバーワンの牛がいるんですよ、うん、ナンバーワン、これが東星琥珀という牛です。東星、お、名前かっこいい、もう最強です。あ、出ました、はい、出ました、東星琥珀、沖縄の重量級チャンピオン、ね、見ました、この色、そうそうそう、琥珀、琥珀色、まず色が綺麗でしょ、うん、で、わかる、この、だからこのお尻のところ、いやいや、この、ここの筋肉と、ちょっと待って、この倒し方で、大丈夫です、今大丈夫、東星琥珀の紹介 VTR あるみたいなんで、あるわけ、今大丈夫、あるわ、紹介してもらっていいですか。ああ、わかりました、その後でもいいんで、じゃあ東星琥珀が、はい、タイトルチャンピオンになった試合、この重要な一戦があるので、うん、はい、まずはこちらをご覧ください、うん、どうぞ。あ、これだ、あ、これがね、イーグローっていう、2021年イーグロー対東星琥珀、この試合が、楽しみ、まずイーグローが7連勝負けなしでした。お、負けなし、この時負けなし、ベテラン牛、ね、で勝った方が新チャンピオン、オーラよ、あ、1100、ただこの時見てください、デビューから3戦目、まあ、挑戦するぐらいの感じなんで、もう、うん、コーチで言えばそうですね、で3戦目でタイトルマッチというのは普通じゃありえないんですよ、もう異例の速さ、でベテラン級のイーグルを相手に、この琥珀がね、一歩も引かないというか、逆にもうリードするんだよね、主導権握って、で闘牛士がヤグイを入れて、この琥珀のね、この角の使い方、
パワーで相手でここはい横をとって飛んでいくところがまだ大丈夫、これ試合続行です。決まってない、はい、相当盛り上がったでしょ。牛に線が残っていれば審判の判断で試合続行させます。ここはやっぱり7連勝負けなしのイーグルの強さが光った試合だったんですが、その日もそこからもまだまだ主導権は統制琥珀、はい、闘牛士も入れ替われた力ヤグイ入れていく、ここでね、さあ闘牛士がそろそろ勝負を決めに行きますよ。一瞬、はい、もう横を取ってこっから止まりません、こっから止まらない、止まらない、一気にコーナーに追い込んで2度回るで、今審判が見極めている、審判が見ています。さあどうだ、はい終わり、ここで勝負ありです、超盛り上がってる。これが全島闘牛大会、ここで闘牛士琥珀勝って沖縄新チャンピオンに輝きました。いやすごいでしょこの試合、いやすごい、現在闘牛士琥珀は6戦無敗、牛主はうるま市に住む平恵さん、ある休日平家の一日を追いかけた。朝牛の体を洗い牛舎の掃除から始まる。試合の時と印象が変わりますね、うん、普段ねものすごくおとなしいです。牛洗って下洗ってでもう手分けしてやってますね。平家が飼っている牛は3頭、ハエが1匹も飛んでないんですよこの牛舎。一家の大黒柱高俊さん、この日は学校がお休みだった息子のリームさんとトーアさん、そしてめぐみさんの家族4人で牛の世話をしている。みんな動いてるもんな、みんななんか仕事ある。琥珀は現在8歳で1100キロ、食欲も旺盛だ。なるべく食べるの好きなのからもう探して農家さんに分けてもらって、子供たちと一緒でなんか美味しいの食べさせたいっていうのがあの旦那も強いので、小さい頃からそういう風にしてしまってるんで、なんかストレスがいいようにとか。一旦牛舎を離れ知り合いの農家のサトウキビ畑へ。牛の餌となる草刈り作業、それにしても家族みんな手際がいい。慣れてるでしょ、買ったばっかの新鮮なやつを食わした方が食いつくもいいんですよね、よく食べてくれるんで。ちなみにこの草刈り作業は毎日行っている。今日はいつもの半分くらいですね。これ半分です、いつもの。いつもったらもう乗らないくらい。見てください、これ。ほら、いつもこれくらい。トラックが見えてないもんな。牛舎へ戻ると、草を仕分けする作業。でただ草あげればいい。中の美味しい部分だけあげるようにしてる。他のところと比べたら、ちょっと贅沢かもしれないですね。贅沢の力だ。結構雑でも食べそうな感じするのに。この日は牛舎を出て外へお散歩。硬いなとか。散歩。すると、琥珀が歩く前で、ほうきを吐く姿が。マジで？牛が歩くところを女王様あの石を飛ばして、あの踏んだりしたら爪とかに入ったりして、マジで足とか痛むので。そうです、ここまでやります。人間が虫だよのに。散歩を満喫すると、すごい。軽い運動も兼ねて赤土遊び、そして首におよそ35キロの重りをかけながらも全身マッサージ、トレーニングしながらマッサージをするという。気持ちいいんですね。これ子供たち大変、筋肉痛するのこれ。社長夫人牛舎へ戻ると体を石鹸で洗い、いいはず、毎日体洗います。温かいシャワーで汚れを落とす。この牛舎はお湯です。お湯？中高生という多感な時期の息子二人は牛の世話をどう思っているのか。気になる。毎日なので、もう慣れてる感じ。生まれた時から牛がいたので、毎日一緒にいることが楽しい。夕
夕方、友達はね、牛舎の中にある台所では、台所もこんなところにあるんだ。夕飯の準備です。これ、後ろ、うちの台所ももう何年も使ってる。牛の近くで、牛と共にボリューム満点のおかずが並び、人間のご飯です。基本、タイが基本的に食う人たちなんだ。ね、ところで、なぜ牛舎で夕食を？自分たちのご飯作る。いないといけないから、草あげないといけないから、家に帰れない。帰って食べる時間がないから、ここで一緒に食べて。定点観測。すごい。もう大事なんですね。牛の変化を見ないといけない。めっちゃ近い。牛の様子を観察しながらの夕食。息子見ないで牛見てますよね。琥珀も美味しそうに餌を食べる。食べたら入れて、食べたら入れて、どさっとは入れないんですよ。眠ってまた起きて食べての繰り返しするんで。平家にとって統制琥珀とは家族ですね。まあ、親孝行な牛でチャンピオンにもなってくれて、まあ、子供たちと旦那と4人で命育てるっていうので、あんまりない経験させてもらってるっていうのが、まあ、琥珀にはとても感謝してますね。チャンピオン牛統制琥珀は平家家族4人に愛情いっぱいに育てられていた。いやちょっと感動しますね。感動するでしょ。予想をなんか遥かに超えてましたね。これ毎日なんですよ。ちなみに草刈り、はい、あの牛舎、うるま市石川ですよ、はい、遠い時は南城市泣き陣まで行きます、草刈りでだよ。高速とか乗る距離ですよ。はい、はい、もう美味しい草を求めてあっちこっち行きます。一家みんなでご飯食べてる時にテレビじゃなくて牛を見てるのがすごい。もう見ながら、あ、鼻に汗かいてるな、ちょっとだ体温測ってみとか。あれなんか噛む回数がちょっとおかしいな、なんか様子見てごらんっていう、もうこんなことばっかりずっと。あのたまにあの牛舎でバーベキューしてる時もあるから。変な気持ちになるよや。本当に牛からしたら変な気持ちだよや。こないだったらバーベキューしてたよ。もしかしたらってなるよや。なんかイメージがな。あれなんでかおかしいよバーベキュー。統制琥珀のオーナーは平めぐみさん、奥さんの方なんですよ。であの牛も生まれた時に子牛が、めぐみさんの方が旦那さんに頼んで、どうしてもこの牛飼ってほしい、もう飼ってってお願いしたわけ。あの琥珀がもう生まれたばっかりの時に、でも旦那さんは、うん、この牛は将来そんな強くならないはずよと、いやでも絶対欲しい、今後一生誕生日プレゼントいらないから買ってって言って買ってもらった牛ですよ。あれうわ一生いらない、一生もプレゼントいらないからこの牛飼ってがチャンピオンだったんです。おーすごー、最高のプレゼントもらったんや。最高のプレゼント、ねえ、で誕生日来たらちょっと欲しいって言うんでしょうね、ちょっとは、ね、俺なんか奥さんもこんな時あるんだよな。子供たちもずっと牛世話してましたね、はい、中学生と高校生、うん、彼らもやっぱ牛が好きになりすぎて、うん、今後は将来の目的は、うん、中学生の東亜くんは作定士、爪切る、はい、爪切る人で、リームはなんだ、受精師になりたいって言ったかな、種付けする、うん、強い遺伝子をというか、そうそうそう、牛の繁殖とかね。おそれきっかけもやっぱ闘牛で牛を育てたことがきっかけで、自分たちの目標夢までできたという。赤嶺さんどうですか。やっぱりすごいね、なんて言えばいいのかな、道掃除とかよ、ああいうのとか、うん、牛小屋で一緒に飯食ったりって言ったら、同じ牛からやからしてもすごいよ。やっぱり全頭一育ったるって言ったら。